ニメキャラだなんて最悪。ひどいで。優しいかな。その答えからわかるあなたの大親友となるプリンセスは白湯。あなたはその世界一の子孫だってことでいいんでしょうか。僕はグルート。なるほど。ありおい、ポップアップ許可は得てるのか。勝手に宣伝してるんだな。さあ一緒に来い。こっちへ行ったぞ。急げ。了解。子供が来なかったか。あっちへ走っていったよ。どうも。待って待って、話を聞いてよ。あなたどういうプリンセスなの。どう言って。魔法の髪はある。ない。魔法の手はない。男の人がいなければ何にもできない女の子だとみんなに思われてる。そう、それってムカつくよね。くつろぎの女王様だわ。イエーイ。最高。私人間のものいっぱい集めてきたけど。でも突然音楽が流れてスポットライトが当たってみんなも見えたよね。プリンセスが自分の夢を歌う。そうハンドル、そうハンドル、ハンドルが欲しい。今のちょっと音程がずれてたよね。まあほんのちょっと。でもね、そもそも歌は始まらないのに。私は海に。海馬桶。石鹸の泡。待って、じゃあ水に顔を映せばいいってこと？いえいえ。皆さん5分前ですよ。クイズ、あなたはどのディズニープリンセスがあと5分で始まります。そう、あれどういう意味？わからない。この子は謎なのよ。別のスタジオの子なの。猫かな、ウサギかな。開けてみよう。開け5678。まさ、支払い期限まであと30分です。ありがとう、いいボーイ。では失礼します。今の聞いたろ。ちょっとどこ行くの。下に行ってハートをかき集める。そうか、いいでね。誰か早く技術スタッフを呼んで。こんな猫なんかより。え、そのホースを貸してくれ。ラルフが戻ってきた。おい、俺のことを話してる。いいね、そう、俺は戻ってきたぞ。すっげー太ってるし、ブサイク。あんなやつどうでもいい。インターネットには鉄則があるの。コメントは絶対に読んじゃダメ。言っとけばよかったな。これを見ると思うんだ、俺にとって大事なものはこれだけだって。バネロペがこれをくれた。おめでとうラルフ、やったわよ。え、本当に。ええ、バジーアカウントをチェックして。27000。何にも出てこないよ。私って一体何がしたいんだろう。何が私の夢。嘘でしょ、ラルフ、やったじゃない。今イーボーイとイーベイに向かってるとこだ。もう少しで着きます。急い、イーボーイ。私が欲しかったのはハンドルなんだもん。これで終わり。うん、それが手に入ったんだから。いつか必ず王子様が連れてってくれる。待ってる、そうよ、ありのままでがいっぱい。冷蔵庫お持ち帰り。あのおじさん泥棒。まあね。冷戦注意。燃えるゴミ。意外とピュア。心込めて勝つ。ワクワクがわお止まんない。いい場所はこの状態です。探しお嬢ちゃん。ゲームをやってリッチになりたい？今すぐここ。あ、ラルフ、ラルフ。あー、スパムリー。じゃあこの変なので呼んでみよう。このきっと最高だよね。わあ、走ってみたい。ねえ、話があるの。ラルフには言えないんだけど、変な人いっぱいいるし、それにレースはめちゃくちゃ危険だらけだし、次に何が起こるかわかんないもんね。親友だからって自分と同じ夢を持ってるとは限らないんだよ。わかる？いつでもここに来ていいから。でも私はこういう毎日を普通にしたいんだよ。こういう生き方がしたい。俺に言わせりゃこいつはまさに顔面キックだ。信じられない。
顔面よりデリケートなとこ。おい待て、ちょっと落ち着けよ。いや気持ちはわかるけど、今正義の味方みたいに乗り込んでも反発されるだけだろ。お前ウイルスに詳しいだろスパムリーっていうと。いやうちじゃいつもあいつと一緒にトロンって。もちろんさ。でも言っとくけど絶対に弟の方は見るな。弟がいるのか。何見てんだ。何も。弟を見たろ。まさか俺の弟を見るんじゃない。見てないって。こいつはひどい人見知りなんだ。なんだよ、あんたがウイルスを作ってるって聞いたんで、それでスローターレースをダウンできないかなって。その話か。友達も戻ってくると思うから。じゃあお前たちに紹介してやろう。アーサー。こいつをそのスローターレースに放てば、コードの中に潜む欠点を見つけ出す。そしてそれをコピーし、いや、もし誰かに害があるとしたら、それはお前がバカだからだ。お前はただ、そのゲームからウイル…マジか、うまいな。いや、ただのまぐれだよ。またまた。ラルフにまだ話してないの？やっぱり無理かも。大丈夫だって、親友なんだから。どんな友情も変わってくの。でも変わることでもっと強くなる友情もある。車を解体工場に届けろ。でもシャンクと仲間たちに注意。パワードリフトからのドリフトジャンプ見たよ。やるじゃない。ありがとう。ラルフ？弱点をコピー。弱点を拡散中。あのウイルスはただ車のスピードを落とすだけじゃなかったのか。きっと何かすごく不安定なものを見つけたんだ。このコードはこのゲームに組み込まれてないから早く逃げないと。出口まで案内する。サーバーが再起動してる。二人ともすぐこっから逃げないと。見つけたぞ。見つけた。頼む、パネオペ、目を覚ませ。頼む、一人にしないでくれ。ラルフといればよかったのに、バカみたいな夢を追いかけたりしたから。もしかしたらレースにその害のないウイルスを入れちゃったかも。あ、あんたとなんかもう一秒も一緒にいたくない。そんなことするなんて。よせ。絶対に私のことはもうほっといて。バネロペ、そんなこと言うなよ。頼む、頼むから。弱点を拡散中。そんな、この大バカ野郎。いい加減にしてよ、怖いんだけど。友達。なんで。友達。ニュース速報です。大規模なサイバー攻撃によってインターネット中でクラッシュが相次いでいます。この子。友達。専門家によると、高校時代の彼女の今の住所の検索結果は130件です。どういたし。友達。これは多分サイトを閉じた方が良さそうですね。おい、俺だよ、本物だって。ラルフ、申し訳ありません。あいつ、それは友情を壊す原因になるし、この場合はインターネット全体を壊すんです。ゲートに守られたウイルス駆除エリアに追い込む。バネロペがクローンをここへおびき寄せれば全部いっぺんに消去されます。ありがとう、物知りおじさん。インターネットがなくなったらお礼も意味ありませんね。親友のゲームを救うためにバズチューバチまでやったのもラルフ。人生って本当に複雑よね。ここから見ると俺って本当にしつこいし嫌われるし自滅的だな。物知りおじさんの言う通りだ。大丈夫か。大丈夫。壊してやる。
あの子はお前の。いいよ、やめろ。下に下ろせ！バネロペ！だってそうでしょ？そんなの私の友達なんかじゃない！行け！早く逃げろ！ラルフ！行け！ラルフ！ちょっとダメダメ！傷つけないで！わかった、降参！あんたの勝ち！ラルフを降ろしてくれたらあんたと一緒に行く。あたしたちずっと友達だよ。そんな友情は本物じゃない。その子を離してやれ。いや、気休めはよそう。めちゃくちゃ痛い。でもお前は大丈夫だ。ずっと俺たちの友達だ。この子を信じないと。親友ならそうするべきなんて。いい気分だよな。親友の GP スパブリーが来たからな。おい、嘘だろ。よ、You are welcome。ラルフ！似合うじゃないドレス。おい、ウイルスは謎のまま消えました。ごいかもな。そうだね、ほんと。バネロペ、もうすぐ接続が復旧するって。すぐ行く。だから心配しないでね。わかってるよ、お前は大丈夫だ。夢を見つけたんだから。そう、そうだよ。これで半分ずつ持てるな。だね。ものすごく。正直言ってまだどうもおかしな感じだ。いろんなことが変わった。勝ち負けなんかより友情の方がずっと大事なんだから。その気持ちを大切にね。みんなが優勝者だ、タフタ。つまりそれがいい子に育てるための秘訣なんです。なるほど。あ、思うし思わないな。思うし思わない。二重性か、深いな、ラル。とにかく楽しくやってるよ。新しい情報はそれぐらいかな。ラルフだ。なあ、その時に何か持ってきてほしいものとかあるか。そうだ、ネットじゃいくら探しても見つからなかったんだけど。私も。じゃあまた来週。はい、お電話お待ちしております。じゃあそれまで元気でね、臭いおじさん。大丈夫だ、もちろん絶好調だよ。さあ仕事だ、行こう。